前さん、僕の板お願いします。よろしくお願いします。でとりあえず新品なんですけど、はい、まあ僕普段袋剥がして、はい、ワックス塗って終わるんですよ、うんうん、何もしないから普段は、うんうんうん、もう逆にちゃんとしたワックスの仕方を知りたくて。 OK です。はい、ちょっとお願いします。はい、そしたらまずはえ、何その剥がし方、ちょっとかっこいい剥がし方やってる風な。ドライバーを当てるだけで全部切れるから今みたいに。へえ。できれば男の子持てるんじゃない、女の子もやったらワックス塗ってあげるよっつって。そう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 、さすが前さん、すぐそうやって女の子ネタを出してくる。どれね、ドライヤー。完成やばいね。ほんと私はこのまんま使う時とか俺あるからね、袋から出してワックスもせずに。まあ標準でちゃんとメーカーさんが入れてるからね、出荷する時に大体入ってるもん。そう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 。へえ。ただ入れ直した方が絶対にいいんで。ちなみによく前さん、メーカー工場によって、あ、ここの工場ダメだとかよく言ってるじゃないですか大丈夫ですかこの板これ大丈夫です。マザーシップいいっすね、仕上がりが。マザーシップ、マザーシップキャピタとかと一緒っすよ。そう、キャピタの工場いいらしい。 DC いいらしいよストラクチャー深くてね、作業してて気持ちいいよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、本当だ、ストラクチャー入ってる。じゃあまずは軽くこういう防生剤も含めて、エッジの防生剤って何ですか。こういうエッジが錆びないようになってる処理をしてるから、うーん、新品のこういうのも含めて軽くスクレーピングして、表面にあるワックスを本当だ出てきた。本当に塗られてんだ。そうそう、削れない削れない、使いすぎる削れなかった時、はいはい、普通のファイル、ヤスリ、ホームセンターで売ってる、はいはい、にちゃんと当てて押さえて、角度ちゃんと出せるから。なるほど、それで包丁研いでるような感じ。そう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 。一番楽なのがデッキテープの切れ端。あー確かにめっちゃ粗いから。そう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 。ちゃんと削れば、もうちょっとしっかり削れるから。すげえ細かいの出てきた。角が立ってないといろいろ作業が大変だからね。うん、そうっすよね。俺もスクレーパーするときめんどくさくてよく鉄のスクレーパーでやっちゃうっすもん。あー、あれだとね、傷が入っちゃったりとか。ダメだそう、これは硬いやつだけど削れすぎちゃって、こうやってソールまで削れてっちゃうんで。へー、ワックスだけじゃなくそう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 、今ワックスがない状態だから。ほー、あ、確かに白いもんね。そう、え、じゃあ今削れたのはほぼソール。ソール。へー、だから傷が浅いやつだったら
これでやれば消えるけど。はいはい、うん、あ、なるほどね。そうそう、だからみんなよくストリートの時とか使うんだけど、わけも分からず使ってた。でもこれをやりすぎちゃうとどうしてもソールがガタガタになっていっちゃう、波打っちゃったりとか。へえ、うん、あとはターニングしてもへこみすぎちゃってたらもう直らなくなっちゃうから。ソールそんなたくさん削れないもんね。そう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 、このまんまじゃあワックスをついに入れるんですね。ですね。ワックスに書いてあるワックスを溶かす温度150度とか、140度っていう、これはワックスに対しての温度で、はい、ソールにアイロン当てちゃうと色味によっては色が溶け出しちゃう。だから黒がずっとやってるとちょっとグレーがかって白くなっちゃったりとか、はいはい、そう、そういうことがありえるんだよね。だからあんまりこれを信じて高く設定しすぎないで、一般の子だったらちょっと時間かけてもいいから110ぐらいまで、うーん、うん、の方がいいんじゃないのかな。110度でゆっくり伸ばしていく。そう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 、絶対に止めない。置いたらこのまんまずっと動かし続ける。試しに、いらない板で。そうそう、折れた板で。これで110で簡単に溶けるから、このまんま止めすぎちゃうとどん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 熱が加わりすぎちゃって、はい、ソールが焼けるってよく言うんだけど、こうどん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 、おお、あ、確かにそこだけなんか、なんかちょっとここっすよね。そうそうそう、ヒートガンでやった方が絶対分かりやすいんだけど。秘密のアイテム出てきた実験道具黒くなった。そう、ポリエチレンだから、コンビニ袋とかと同じようなのの作ってる、はい、生成方法が違うだけで、シュワシュワってこういう風になっちゃって、あーそう、多分ちゃんとやってるのを見たことがない子も多いと思うんだけど、まあ、これがやりすぎ、さっきのアイロンでやりすぎるとこうなっちゃう、まあ、こうなっちゃうよってことですよね。ちなみに焼けるとどうなるんですか。焼けるともう分子がこう、なんだろう、よく化学の式でこうつながってる分子が壊れちゃうから、はい、もうこれが元に戻ることはない。いや、やっぱこうなるとワックスも入らないし。あ、そういうことか。そうそうそう、表面だけだったら削ってなんとかなるけど、はい、中までその組織が壊れちゃってるとやっぱ。じゃあ結局そうなるとワックス塗っても意味ないし。そう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 、ワックスが入らなくなっちゃうかな、はい、表面だけ塗れてるつもりでも削ったらないってこと。そう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 、勉強になりますじゃあ僕の板綺麗にやってください、はい、でこれは難しいのが色がまだらだから、はい、黒い方だけなるべく早くこっちよりも動かす。え、何それどういうことですか。やっぱり温度が黒の方が対流しやすいから、はい、黒い方が温度を吸収しやすいから、ね、そう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 、だからこっちと同じようにこっちをやりすぎるとちょっとやっぱり手前のソールのこっち側の方が焼けやすい。そう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 、そんな簡単には焼けないんだけども、なるべく気にするんだったら色が濃いところは早めに動かす。おーすげえ、初めて知った。そんないつもどういうやり方をやってます。グリグリってやる。あ、そうっす、その通り。グリグリってやってもどっちでも問題はないんだけども、はいはい、グリグリってやる方がワックスは使わないんだけど、硬いワックスだと若干なんか跡がついたりするのね。うん、ソールのこうソールに削る、なんだろう、つけるから、あのスケートのワックス塩水に塗った時みたいになる、ね、そう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 、だからそれを気にする子は垂らした方がいい。へえ、うん、ちょっとなんかワックスこすった跡ついちゃったみたいなのが気にする子は、うん、じゃあ綺麗に塗るんだったら垂らした方がいい。垂らした方がいい。で最初は少なくてもいいから、足らなかったら後で足せばいいだけの話なんで。はいはい、
面のモコってなってるのまだ簡単にならす。そのボツボツを。そう。新品のペーパーはちょっとだけ垂らせば先に染み込むから余計伸びやすい。あ、え？そっちに垂らすんですか？そう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 。へえ。こっちに垂らすとこの跡がめっちゃ伸びやすいのね。でも垂らしてない方は。あ、本当だ。そう、伸びづらい。へえ。新品の場合はちょっとだけ垂らす。アイロンの方、アイロンじゃねえや。ペーパーに垂らして。そう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 。これは感覚なんだけど、めっちゃ溶けてくると、はい、抵抗がなくなってくるのね。あ、塗ってるアイロンの抵抗がね。そう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 、それがなくなってちょっとだけ抵抗で出てきたらもうそれでおしまいみたいな。あ、なくなってきた後にもう一回抵抗があるんですか？そうそうそう、若干。へえ。っていうのがソールを、ソールがもう温まりきってくるから。はい、うん、それで中に入ってくる時がそういう風な感覚になってくるんでね。じゃあ表面のそのロー、ワックスが中に染み込んでソールの表面が出てきたらなってくるみたいな感じですかね。そう、アイロンを、なんだろう、ワックスを溶かすためにアイロンを使うっていう感覚の人がみんないて、はい、じゃなくてソールを温めて、さっき言ったポリエチレンが伸びて中に染み込ませるためにアイロンを使ってるから。それでまあアイロン使ってソールが温まってきたらそういう抵抗がまた出てくるんだよね。なるほど、うん、全然俺もワックス溶かすためだけだった。やばい、普通に勉強になる。いや、ここまで入れないっていう子もいるんだけど。あ、先っちょですか？そう、ノーズテール。あ、全然入れない俺。全然入れなくてもいっちゃいいんだけど、それでもやっぱここまでは入れないと。あー、この曲がってるところらへん。そう、コンタクトポイントのスタート位置と終わり位置。はいはい。キャンバーであればやっぱここが一番接する部分だし、うん、こっからスタートして入ってここで抜けるから、はい、ターンっていうのはここから入らないから。そうっすよね。ここが一番やっぱみんな白くなるはずなんでね。確かに。あの、毛羽立つ感じが出てくるから、やっぱここまではしっかり入れる。その時はどうでもいいと。そう、まあ入れた方がいいんだけどね。うん、一応こんな感じだね。汚れ取りの時はこのあったかいうちに一緒にソールの中に入った汚れをワックス一緒に取っちゃえば、スクレーピングしちゃえば取れてくるから、何回かこの状態で削る。なるほど。板が汚れたらアイロンして、うん、そうそう、春とか、あとシーズン頭とか。シーズン頭もなんですか？ちょっと土出てたりとか、雪が茶色くなってたりとかはこういうのでやれば。なるほどね。これであとは冷えるまで待ちましょう。はい。ベちゃんが言ってた、こうだとそのまんまこう綺麗にできるんだけど、逆向きでやるとこう止めた時に跡が入っちゃうの分かるか、横に。ああ、はいはい。こう押し、こういう跡が、うん、そうで、ソールが傷つけちゃうから、気にする子は絶対こっちの向き、こっち向き。そう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 、上が先行する感じですね。そうで、ちょっと曲げる感じ。へえ、そうそうなんだ。そう、ここがやっぱり当たりすぎちゃったりするから、あんまり当てないように。角は両端っていうのか。そうそうそう、ここはあんま当てないようにする。そう、そうすると傷も入りづらいし。へえ、うん。スクレーパーがね、ちゃんと揺れてるとね、角が強く、
この時にこう飛びたくない子、汚したくない子、はい、なんかあるんですか、わざわざ水をちょろっとだけかけて、はい、やれば水にこうまとわりつくから、へえ、霧吹きみたいなので、そう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 、そしたらあんまりふわふわって飛んでかないから、なるほどね、そう、確かにこう舞うことはないですね。そうそうそう。あとブラシの時とかも。ほお。みんななんか廊下とかさ、ベランダとかえらいなんかツヤツヤになるって聞くもんね。確かに。粗いのってなんですか。やっぱ硬いのから柔らかく。へえ。うん。金ブラシ？金ブラシではないんだけども、コンビのちょっと硬めのコスラボのブラシと。はい。あとナイロンの、これの場合はフラクチャー深いからナイロンの長めのやつ、はい、毛足が、とあと馬毛、うーん、うん、こういう風に毛足がちょっと短いのとかもあるから、ほんとだ、うん、これ何が違うんですか。こっちの方がちょっと硬くなるんだよね、毛足が短い分。ああなるほどね、うん、歯ブラシ的な感じですか。そう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 。まずはこれで軽く、フラクチャーが深めだから、水が超弾いてる。すごい、ガラコみたいになってる。フラクチャーが深いとね、こうちゃんと出てくれるから気持ちいいよ。やべえ、気持ちいいよねとかまでいくとちょっと僕には分かんない。僕には分かんないその意識ですけど。楽しみにやってみるね。大丈夫です。今日はもう前さんの独占なんで。おお、超テカってる。結構取れたけど、ナイロン。うまげ、一番柔らかいやつですね。そうです。やっぱそれでも出てくるんですね、あんだけこすっても。うんうんうん、やっぱあれなんですか、最初のやつからこうブラシのあれでいうと細かくなってるんですか。細かくなってる、ちょっと毛が細かくなって、そうっすよね、なって奥まで入るような感じになるのかな。この粉が細かくなってる気がする。そう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 、ブラシする時とかもあれですか、
なんか注意点あるっすか。ブラシは、ブラシも縦方向、横にこういう風にやらない。縦。そう、で、ここら辺やるときにみんなこうやったりとかするけど、はい、やらない。同じように斜めにやって、取れないなと思っても絶対立つ。やっぱそれはあれですか、滑走する方向。そう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 。で、あとスクレーピングもそうだけど、アルペンとかね、あのレギュラー方向しか行かないっていうんだったら前から後ろっていう風になるけど、フリースタイルだったらもうスイッチにもなるし、はいはい、あんまりそこは俺は気にしないかな。そんなんもあんだ。あのそう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 、スピード強の人たちはやっぱノーズからテールみたいな。そう、うん、みんなこんなにワックスやってんのかな。きなこはやってるんじゃないのかな。やっててもらいたい。やっててもらいたい。俺とか全くワックスとかしないから、なんか塗ってもいつもできるだけ薄く塗ってそのまんまとかなんですよ。あー、逆に薄塗りっぱの方が、まあ例えば春とかは551綺麗な面で滑れるってよく言うんだけど、はいはい、そうすると塗りっぱだとジブアイテムの上が気温が気温で、うん、温まっちゃって温まっちゃってペタッてくっついちゃったりするんでね。あー、あるっすね、その現象。そう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 、走んねえみたいな。あとはなんかこういう風にストラクチャー深い板は新設の時、はい、詰まっちゃう可能性があるからブラシをゴシゴシやらないとかだったらわかるんだけど、うん、その塗りっぱは本当に状況に応じてそういう風に、へー、うん、変えていかないと。その時のじゃあコンディションで。そう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 。一応これでおしまいです。あ、できちゃった。いや、半端じゃないですよ。すごくないこれ。だってこれしか角度ないでしょ。すげえ。すげえ走ってるっすよ。水が走ってる。あとはダリング。あ、ダリング、タンバーボードはめっちゃ分かりやすいんで、こっからこっからここまではターンで使う場所だから、はい、こっからここまでと、まあ後ろがどの辺ですか。ここは接する部分になるから、はい、一番こう盛り上がってる部分でね、うん、そう、そこよりも先端からここまでを丸めて、後ろ側も同じ、はい、うん、ノーズもテールもこっちも、そう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 、そうするとカバーも破けづらくなるし。あ、ソールカバー。そう、はいはい、車とかも乗っけてもソールカバー忘れた時も傷つけづらいし、人にも当たってもね傷つけづらいし。お店だと一番最初にやるんだけど、はい、この鉄粉を、削れた鉄粉を巻き込んでワックスやるときにソールが傷ついちゃう可能性があるのね、ちゃんと取れなくて、はい、刺さっちゃったりとかしてて、そう、ここら辺がピーってラインが入っちゃったりとか。へー、あのアイロンで押し伸ばしちゃう鉄粉を、うん、なんで今回は最後にやってるんだけども。へー、そう、なんかイメージ的に最初にやっといた方が汚れないみたいなイメージあったけど、汚れなんて後で拭き落とせばいいから。そう、でもちゃんと落とせればいいけど時間をかけて、このちっちゃいのが結局手についてたりとか、はいはい、うん、こうやって持った時にここについちゃって残っちゃったりとか、あそれをペーパーとアイロンで押し伸ばしちゃう、でソール傷つけちゃう。そう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 。やっぱゴリって音に気づかなかったりとかするから、それ、はいはい、うん、だったら一般の人はやっぱこうやって最後にやった方がいいし、お店も最後にやった方が安全な場合もあるかな。へえ。初めて舞さんが店員っぽく見えてきた。店員です、スノーボード屋さんの。
店員ってかオーナーさんだよね。そうですよ一応これはね、なければね、紙ヤスリとかね。あー、うん、ちなみにどれぐらい落とした方がいいとかあるんですか、それって。あー、感覚的になるけど、本当に丸くなる、まん丸。うん、もう本当じゃあいらないんすね。リブテックとか未だにないじゃん。あー確かに、あの先っちょがプラスチックのまんまみたいな。そう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 、昔はここまでだったのがやっぱこう取れちゃったりとか、あ事故があったりとかで、それでここにカバーがついて今はフルになったんだけど、はいはい、うん、それ接車できる。そう、最初は楽だからこう粗く削って、この後が結局、はい、水がそこに溜まって錆びちゃったりするから、もっと細かいのでその後も削っていくっていう感じで考えれば。おお、うん、なるほど、そこに溜まっちゃうから。そうそうそう、水がずっとノーズテールに残っちゃって。なんかありますか、新品の板をやる時の注意点とかポイントとか。ポイント、注意点はやっぱりアイロンを止めない。止めないそれが一番の注意点かな。アイロン止めない、焼かない。そうそうそう、あとはできる限りワックス塗ったら1日ぐらい放置した方が削るのも楽になると思う、水分が抜けて。へえ、うん、ワックス入れて、うん、放置した方が、放置した方がいいんですね、本当は、うん、まあ冷やすっていうのは知ってたけど。そう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 、もう本当冷やして水分を飛ばして、そうやるとスクレーピングも楽になる。ねばってペチャってくっつかないから、スクレーパーやってて。なるほどね、うん、乾燥した状態で鰹節みたいになる。そう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 ですね。まあ分かんなければお店に来てください。サンファイスに、はい、ありがとうございます。ありがとうございました